日本海テレビジョン放送、日本海テレビジョン放送株式会社、日本海テレビジョン放送、日本海テラカスティング CO、LTED 略称、NKT は、鳥取県鳥取市に本社を置き、鳥取県と島根県、山陰地方を放送対象地域とする、テレビジョン放送の特定地上機関放送事業者である。通称は、日本海テレビ。 日本テレビ系列 NNNNS n, 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 n に属している。コールサインはジョジョックス DTV 鳥取 38CA1。リモコンキー ID は日本テレビ系列テレビ単営局で唯一の1。ステーションキャッチコピーは今を伝え未来を作る。本社は鳥取市に所在し、島根県松江市に島根総局が所在する。また、読売新聞。 日本テレビと親密でもある、口実と同時に、日の丸自動車、鳥取大丸などと共に構成する、吉友クラブにも加盟し、日の丸グループの一員でもある。なお、同じ鳥取県の地方新聞である、日本海新聞との資本関係は一切ない。ただし、現在の新日本海新聞社以前に存在していた、旧社とは関係があったとされる。なお、 鳥取県と島根県の越境広域化が実現するまでの過程は、山陰放送テレビ放送開始とエリア拡大の小日も参照。民間放送教育協会へは、山陰地区からは、当局、鳥取と山陰放送、島根の2局が加盟している。これは、当局が鳥取県のみを当初のサービスエリアとして開局したことと、それに伴い山陰放送が、 鳥取県米子市に本社があるにもかかわらず、開局当初は島根県のみをサービスエリアとしていたことなどの絡みによるもので、1972年に山陰巡航域県が確立されてからもこの今日が続いている。現在使用されているキャラクターはブッピーで豚のブー、ハトのピーの二人、ブーハカ紛争を患っており、ニュースエブリーに本回の天気予報では、 花粉情報で花粉症に罹患している当然ながら、飛散量が多いほどブーの花粉症は深刻。2018年8月31日までは大きく3通りのロゴマークが使用されていた。開局60周年を迎え、2018年9月1日からロゴマークが刷新された。ウォーターマークとチャンネルアイコンも2018年9月からは 新ロゴの1マークにちゃんの文字が添えられたものが使われている。2018年8月まではブーの花を基調とした日マークに 1CH の文字。2013年4月から2014年3月までは開局55周年にちなみ55トン H の文字が入ったハートマークが添えられたもので、地上デジタル放送開始時から NKT ロゴがウォーターマークや チャンネルアイコンに使われたことはなく、日本海テレビロゴを使っていたのも試験放送のジョジョックス DTV 試験電波発射中、日本海テレビの表示だけで、その時からウォーターマークは同じものであった。曲名、略称ロゴをこれらに使わないテレビ局は、山陰地方では唯一であり、全国的にも非常に珍しい。また、ウォーターマークは提供クレジット表示と、 CM 入りの1秒前のみならず、天気予報と、キューピー3分クッキングのオープニングと、エンディングでも消える。チャンネルアイコンは、日 1CH は青色、1ち,ちゃんは水色。同時にコーポレートスローガンとして、今を伝え、未来を作るを制定した。日本海テレビには他にもキャラクターが存在しており、それについては公式サイト、ブーピーブを参照。 地上デジタル放送のリモコンキー ID は、キー局の日本テレビを、はじめ多くの日本テレビ系列局が、日本テレビのアナログ放送の親局4 c h に、由来する4でありながら、日本海テレビは、自身のアナログ放送の親局1 c h 鳥取に由来する1を使っている。日本テレビ系列では、北日本放送、同局のエリア、富山県は、山陰両県と ID と、 パターンも全く同じ。青森放送、四国放送も親局 1CH だったため ID、1だが3局ともらって県営のため、日本テレビ系列で ID が1のテレビ単営局は日本海テレビだけである。さらに、テレビ単営局で1は、系列でも、東海テレビ、富士テレビ系列しか使っておらず、同時にアナログ親局が 1CH だったテレビ単営局も、 この二局だけであったことをも意味する。ただし、日本海テレビは、三院中央テレビともども FM 三院、愛称、v a r の株主であり、日本海テレビが、v a r に対し八伏山、かつてのアナログ親局所在地にある鳥取局、デジタルでは、八伏局送信所施設を課している。東海テレビもかつて親会社であった、現在は、関連会社、東海ラジオとの、 家庭内別居を続けている。そのため、ID1 のテレビ局に、ラジオ局との関係が全くないつぼ根は、日本海テレビと東海テレビの2局をもってしても、皆無である。この影響で、全国1で統一予定だった NHK 鳥取放送局と、NHK 松江放送局の総合テレビの ID が、前者のアナログ親局 3CH から3、 6CH だった校舎は全社に合わせて3になった。また、周辺県、兵庫県、山口県、岡山県、広島県一部の NHK 総合テレビは ID1 であり、県外市長の際は枝番号が付く。このために空いた4はそのまま空いており、スピルオーバーが届いているエリアで臨県の局に割り振られるのが常である。例 松江中継所の放送区域では、相手県の NHK 総合、事件の3桁が0310ポジション3、相手県の3桁が031から1ポジション4、山口県近くでは山口放送、兵庫県近くでは毎日放送、広島県近くでは広島テレビ、岡山県近くでは西日本放送。ただし CATV の場合はこの限りではない。 デジタル放送の鳥取局本社送信所は鳥取県鳥取市、毛なし山、松江局、中継所は島根県松江市、長水山に建設された。2011年7月24日時点。なお、G ガイドはアナログデジタル一貫して JNN 系列の参院放送が配信しているが、アナログのそれにおける局名は日本海 TV であった。ガイドチャンネルは当然、 一、企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。上記2番組は、制作会社ザワークスの委託制作であった。他、他、他、他他共に、HD 対応。いずれも、一般客が、ロビーから、スタジオの様子を見学できる。日本海テレビのお天気カメラ。 2014年度命名、男性アナウンサー、女性アナウンサー、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。